井上貴子のたかこちゃんチューブ。速報ということで、はい、先週というか、はい、もう1週間もまだ経ってないですかね、はい、日曜日です。体調戦あった、ありました、はい、初防衛戦でなかなかあの皆さん違う団体なのでスケジュールが合わず、あの決まってたんですよ、対戦相手は。もうあのトーナメントで上がってきたあの中森と佐藤綾子、2人から私たちがベルトを取って、またその2人が挑戦するっていう、初防衛戦がありました。リベンジマッチみたいな感覚もあって、はい、そうです。でもすごいなんか余裕で勝てると思っていたんですけども、なんと防衛失敗、こっちかな失敗しまして、これまだ見てない方のためにも誰が取られたんでしょうか。あ、最後取られたのは京子さんなんですけど、はい、原因は私です、はい、どっちのせいにもできない、できないです。もうなんかあの前の日に私が、軽いんですけどぎっくり腰になってしまって、多分何でやったかっていう記憶はないんですけど、あのこの寒暖差と多分その前の日に、ミーティングであのずっと椅子に座ってたんですよね。で長いこと時間座ってるとそうなるっていう、前にもそういうことがあったのに学習しろよっていう話なんですけど、ぎっくり、軽いぎっくりになりまして、でそれを一応京子さんに報告を入れたら、大丈夫だよ、私が頑張るからね、安心してねっていう優しい返答が返ってきてですね、ついつい甘えてしまいましたが、京子選手が丸め込まれてパンツスリー取られてしまいました。これはもう季節のせいもあり、はい、だからもっと1月とかに防衛戦をやってたら、はい、100% コンディション整えていけてたかなと思うんですけど、いや今回もめっちゃ整ってたんですよ、はい、コンディショニングが。それが前の日にあ、やばいってなってしまって、あれが一番ダメですね。まあ言い訳なんですけど、まあまあまあ、まあ、結果は結果ですからね、はい、はい、でもまだもちろん引き続き、あ、はい、そうですね、Wイノウエはまあ不滅なので、はい、タイミングを見てあのベルトにチャレンジするのか、あの他のところでやるのか、はい、わかんないですけど、まあ、Wイノウエはまだまだやっていきます。ダブリノウエはもちろん試合だけじゃなくお店でも、あ、そうですね、お店でも、はい、お店の方にも行きたいと思います、はい、またたかこちゃんチューブで行きましょう。そうですね、2人の反省会もした方がいいかもしれないですね反省します。はい、いやー、ほんと残念な、残念でした、結果でしたが、はい、はい、まあでもこれで解消するとかではないので、あ、そうですね、はい、はい、また次回、はい、2人が組むことがありましたら、はい、チャレンジしたいと思います、はい、ありがとうございました。応援していただいた皆さんありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。